こんにちは、アイです。このチャンネルはマーチングバンドジェネシスの情報やマーチングに関するあれやこれやを発信していくチャンネルです。はい、というわけでね、今日の企画なんですけれども、この前ツイッターを見てたんですよ。そしたらタイムラインに、海外のマーチングの映像が流れてきたんですね。で、わー、やっぱ日本人より体格もええし、めちゃめちゃかっこいいやんって見てたんですけれども、で、これどこかなと思って。海外やし、やっぱ DCI かなとか思ってたんですけど、いやでも DCI これじゃないかったよなと思って調べてみたんですね。そうするとですね、インドネシアのマーチングだったんですよ。はい。あ、インドネシアでもマーチングやってんねんなっていうのはまず初知りやったんですけれども、全然 DCI の知識ももちろんなかったんですけど、インドネシアさらに知識ないってことでね、調べて動画にしてみようかって思ったんで、はい、本日の企画はこちら、アジアのマーチングについて調べてみたです。はい。でね、ジェネシスのメンバーにも、アジアのマーチングに知ってるとか、インドネシアのマーチングに知ってるって言って聞いてみたんですけれども、存在は知ってるけど、詳しくは知らへんで、とか、ジャパンカップにね、あれ出てなかったかなみたいな情報はね、手に入ったんですけど、詳しくね、熱く語れる人はいなかったんで、ほな調べますって感じでね、調べさせていただきました。はい、それでは、行こうかやろうか。アジアのマーチング、アジアと言ってもすんごい大きいんですけれども、まずはどんな国がねマーチングをやっているのか調べていきました。はい、それがこちら。どうですか？結構な数ですよね。はい。で、アジアのマーチング人口について、現地の人にちょっと聞いてみたりもしたんですけれども、たくさんという返事が返ってきましたよ。もう数えきれないぐらいいっぱいいるみたいです。例えば、ボルネオ島の一つの町に、123ものマーチングバンドがあるみたいですよ。ほんまってぐらい多いですよね。だって、うちらなんて一つの県に3つとか、そんなもん。うん。2014年に AMBC、アジアンマーチングバンドコンフェデレーションが発足してからは、独自の国際大会も開かれています。このことからね、やっぱアジアでマーチングが栄えてるっていうことがわかりますよね。はい。で、今回はその中から、インドネシアをピックアップして、お伝えしていこうと思います。インドネシアのマーチング。海に囲まれて、いくつかの島からなるインドネシアのマーチングに迫ります。東南アジアの中で最もマーチングが栄えているのがインドネシアなんですね。で、マーチングの歴史を語る上で重要人物となってくるのがレネ・コンウェイさん。で、この方は1990年頃にファントムレジメントのテックをされていた方なんです。その後、インドネシアの会社に出向となり、現在のドラムコーナーマーチングを広めたそうです。レネさんは2014年に亡くなられてしまったのですが、現地の人にとっても愛されていた方で、その年にはトリビュート・トゥ・レネ・コンウェイというショーが作られ、お客さんも演者さんも、もうみんな大盛り上がりだったそうですよ。このショーは概要欄にリンクを貼っておきますね。インドネシアの特徴。ここからはインドネシアのマーチングバンドの特徴を紹介していきますね。日本とはどんな違いがあるんでしょうか？はい。まず、フィールドサイズなんですけれども、これは縦が 18.5 メートル、横が40メートルとなっております。ドラムコースタイルのバンドが多く、尺は、10分から12分で構成されることが多いですかね。はい。で、物語ベースのショーを展開する作品が圧倒的に多いそうです。そんなインドネシアを代表するチームがこちら。他にも、
国営企業のセメンインドネシア、セメンパザなどが有名です。大会について調べてきましたよ。大会は8月から年末にかけて大きな大会があります。基本オープンエントリーです。ただエントリーは予算の関係上を2年に1回が一般的らしいんですよね。毎年やるんちゃうんっていうのはね、びっくりしました。はい。で、屋内のバスケコートでショーをやることが多いそうです。まあ背景としてはインドネシアはバスケの方もね、盛んなので、ハーフタイムショーにマーチングバンドが出演することも多く、マーチングバンドのメンバーがバスケのメンバーとしてもね、チーム掛け持ちしているなんてこともあるそうです。参加者は大会に向けてメンバー募集をしますが、基本はオープンリクルートで、大学のマーチングバンドは学外からでも参加可能だったりします。はい。で、企業のマーチングバンドも多いんですよ。一般的な大会のジャッジシステムは、アメリカの DCI やったり、ヨーロッパ DCE などのシステムを参考にしてきた歴史があります。AMBC ができてからは DCI の影響が特に大きいそうです。ジャッジは日本や DCI のようにキャプションごとに揃っています。独自の審査としては、アクター、役者の評価もあり、役にどれだけ入り込んで没頭しているか、なんて項目もありましたよ。これ、日本にはないやつですよね。陸上競技的マーチング。さっき一般的な大会っていう言い方をあえてしたんですけれども、調べていくうちに面白い審査をする大会があったのでご紹介しますね。例えば、体育会系マーチングのようなスタンスで審査する大会もあります。こちら、PDDI、国民団体が所属しているチームです。国じゃないんですよ。トラック競技の他にはミリタリー系に特化した部門などいろいろあるそうです。インドネシアと日本のマーチングでの関わりを調べましたよ。1つ目、大会のジャッジに日本人が入ることがあるそうです。まあ、そういえばジェネシスのインストラクターの方もタイで審査員をしたことがあるって言ってましたね。意外と身近にいるのかもしれないですね。2つ目、大会には日本企業がスポンサーとして入ることが多いです。まあそれだけ大会が盛んに行われていて浸透しているっていうことなんでしょうね。3つ目、インストラクターに日本人が所属することがあります。セクションの指導だけではなく、ドリルデザインやショーコーディネートなどを行うこともあるそうです。インドネシアでは2013年に初めて日本人スタッフが加入し、2015年ではインドネシアで一番大きな大会の GPMB で、国営企業のバンドセメンインドネシアがその方のドリルデザインを採用して優勝しています。すごいですよね。
というわけで今日めっちゃ喋ったし、まあインドネシアのマーチングと日本のマーチングを比べてみたりとか、まあこんなあったよみたいなね話をずっとしててんけど、いや最初の方に言った時間、そう、だいたいショーが10分から12分みたいな。ってことは、単純計算して、12分やったら、日本のマーチングが8分やから 1.5 倍ってなると、ちょっともう、体力がね、お化けに取り越してもなんか魔王みたいな感じなのかなって思いましたね。はい。まあ、今年トランペットやったから、まだトランペットで12分なら、いけるかもしれないぐらいかもしれんけど、ちょっと去年やらせていただいたバリトンでね、12分、絶対持ってられん、もう最後小時間みたいななってると思います。いやね、インドネシアすごい。いつもご視聴ありがとうございます。何かしら評価の方をいただけると嬉しいです。それからこんな動画をやってほしい、企画をやってほしいなどのリクエストがありましたら、ここのコメント欄かツイッターの方に送ってください。お待ちしております。